皆さんこんにちは、司法書の近藤でございます。本日のテーマは、理解されてますか、代書相続と通事相続という話をしたいと思います。お父さんが亡くなられて相続が開始しました。この場合の法定相続分はお母さんが1/2、お子さんたちが1/4ずつということになります。この場合でご長男が亡くなったケースを考えてみたいと思います。で、その亡くなるタイミングもお父さんが亡くなる前に亡くなっていた場合、それとお父さんが亡くなった後に続けて亡くなった場合、このケースを分けて考えなければいけません。先に亡くなっている場合は代書相続、後から亡くなった場合は通事相続と言います。まず代書相続の方から説明しますね。代書相続はお父さんが亡くなった時にすでにご長男が亡くなっているようなケースです。この場合はですね、相続人は配偶者、それから次男で、本来長男が相続すべきだった1/4はどうなるかってことを扱ったのが代書相続です。この場合はですね、ご長男に代わってご長男の子供、亡くなった方が見るとお孫さんがご長男に代わって相続になります。ですからお母さん、配偶者が1/2、次男が1/4、長男の子供が1/4ということになります。これが代書相続です。で、これに対してご長男がお父さんの後に亡くなった場合、追いかけて亡くなった場合、これは通事相続です。一次相続、二次相続ということですね。で、この場合はお父さんが亡くなった時すでにお母さん、長男、次男がもう持ち分を相続していることになります。1/4ここに来てます。で、遺産分割協議をしたり登記の名義を変えたりする前にご長男が追いかけて亡くなった、そうするとこの1/4の持ち分っていうものが長男の相続として長男の相続人に相続されていくわけです。つまりこの1/4が長男の配偶者、それから長男の子供に相続されていくってことになります。1/4の半分、1/8、ここもそうです。1/8が相続分ってことになります。ですから後から遺産分割協議をする際にはお母さんと次男、長男の配偶者、長男の子供、相続人4人になるということです。この関係についてなかなか理解されてない方が多いので、今日は代書相続と通事相続について理解をしていただきたいと思います。相続が開始した時っていうのは遺産にどういうものがあるのか、それから相続人が誰になるのかってことを把握するってことがスタートラインになります。正確にご理解いただければと思います。今日は代書相続と通事相続についてお話をしました。ありがとうございました。